みなさんこんにちは、楽天競馬ポインともらっちゃう娘、ポームスの森永マーヤと。同じくフォームスの津田まりなと。チャスフリアッチです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 今回は第26回クラスターカップの予想をしてまいりますまた楽天競馬では公式ツイッターもしておりますぜひそちらの方にえ番組に関するご意見やご感想いつでも受け付けておりますのでメッセージお待ちしておりますえそしてですねこちらの YouTube 皆さんもし見て楽しいなって思ってくださったらぜひいいねボタンもよろしくお願いいたしますチャンネル登録もお願いいたします はいといいいとととうことで早速レースの予想に行きたいと思いますフリアさんクラスターカップはどういったレースになるのでしょうか。夏の短距離重賞として定着をしていますが東日本エリアではこのクラスターカップ西日本エリアでは佐賀のサマーチャンピオンというのが、えー、1200、1400で行われ後に JBC スプリントにつながるレースになるかなと思います。はいまあ、特に森岡 1200m という広いコースでワンターンのレースンになりますからスピードバトルというのが期待できるんですがあとあと説明しますけれども今年の盛岡はだーと非常に時計のかかるそんな感じなんですよね、はい、ですから例年よりもちょっとこうパワーのいるそんな感じがしますわかりました今も少しお話ありましたけれども盛岡の 1200m について詳しく教えていただけますかだいたいさっきも話をしてしまったんですが <laughs> 盛岡競馬場は1周1600メートル、これは大井競馬場、紋別競馬場と並ぶ地方競馬最大級のコース、左回りで考えればですから唯一の1周1600メートルの競馬になります。盛、はい、岡1200メートルはワンターンの競馬、ちょうど2コーナーを曲がったぐらいのところからスタートになりますけれども、東京競馬場をモチーフにして作られた競馬場ですから、はい、3コーナーが下りになり、そして直線は上り坂になると。 この勾配の角度も東京競馬場に近い。ですから JRA の馬にとっては、やはり直線の魚、経験豊富ですから、うん、このレースは JRA で良いという日立てになるのかなと思います。そして先ほども言いましたけれども、今年は宮城県の砂にこの盛岡競馬場変わったこともあって、盛、えー、岡の開催が夏から始まる前の段階で砂の入れ替えを相当したこともありますけれども、非常にタフな場はなっています。うん そのタフなババというのがポイントになりそうですね。さて、今年の出走馬見てみましょう、こちらです。はいということで、ご覧の14頭となりました、まりなるさん、印象いかがでしょうか。はい やっぱり昨年の覇者マテラスカイが出てきてくれたのと二着馬二年連続二着の広重ゴールドが出てきてくれたっていうのがポイントになるかと思います、うん、ただフレアさんからお話あったんですけれどもとにかく今の森岡っていうのはすごいタフなんですよね、うん、で昨年のこのレースではこのマテラスカイが日本レコードすごいタイム一分八秒五というタイムで勝ったんですけれども同じような時計でっていうようなイメージがあんまりないので、うん、そのあたりが 例年と比べてまた違う感じになるのかなと。で、過去10年見ていくと、1番人気馬が5勝、うん、2>, 2番人気馬が2勝、3番人気馬が1勝と結構人気サイドで決着するレースであることと、あと年齢別で見ると、5歳馬が6勝、6歳馬が3勝を挙げているっていうような傾向もあります。古谷、はい、さんはいかがでしょうか、メンバーをご覧になってみて。マリナルのおっしゃる通りでございます。古谷さん、サボるな。でも やっぱりマテラス界が昨年勝ったババとは明らかに違うと、で雨の予報が夕方なんですよ、ですからレース終わった後ぐらいなんですよね。うん、あなるほどだからやっぱり先週までの競馬と同じ傾向になるんじゃないかなって考えたときに、うん、マテラス界はやっぱり紋別競馬場でその北海道スプリントカップ、時計のかかるババの時に名称アイアンに差し切られてるんですよね。 そういう面では足し前の粘りというのは必ず影響すると思うんですよ、うん、そこをどう考えるかだと思うんですよねうんなるほど分かりましたありがとうございますまたクラスターカップは楽天競馬で馬券を買っていただくと楽天ポイント10%還元対象レースとなりますので皆様ぜひエントリーをお願いいたします嬉しいがたまる楽天競馬 では、早速予想の方に行きたいと思います。まずは印を発表します。古谷さんお願いします。本命は龍の雪な対抗が広重ゴールド、黒三角ジャスティン、一家マテラス会サイクロトロンとしました。はい。では、ご説明お願いいたします。まあ、先ほどから繰り返しの話になりますが、とにかく森岡競馬場は時計がかかる馬場に今年は変貌してます。 うん、で雨の予報も基本的に夕方以降という状況ですから北海道競馬のタフな馬場で実績を残した馬というのを重視して考えましたでそう考えると竜野由紀なんて北海道競馬出身なんですよ,ですよ、ね、で芝で勝ったこともあるんですけど鈴蘭賞などね当然その鈴蘭賞に出るためには、はい、北海道競馬で認定競争を勝たなきゃいけないわけですからそういうことを考えると北海道競馬の馬場に慣れているで今年、うん 外戦という形で、東京スプリント勝った後に、北海道スプリントカップ出走してくれましたで。今年は砂の産地は変わったんですけど、やっぱり紋別の場は時計がかかる日が多いんですよね。だから実際、広重ゴールドが勝った時計が1分12秒3でした。これは北手調教師と後々話をしたときに、うん、広重ゴールドは外枠が良かったってお話をされてたんですけども、 まあそれで竜野幸の雪をマークでき、そして接戦でもまたこう盛り返して勝ったというレースができたという話なんですけど、竜野幸菜はその時はマークされる立場だったんですけど、うん、今度は逆にマテラス界の存在もいるので、広重ゴールドはまたこう前も意識しなきゃいけなくなると。でまあ、してジャスティンも前に行くタイプ。そう考えると竜野幸菜はどんな競馬でもできますから、はい 直線に坂があるという点でも中山コースで両席を残してますしいうの勇気なに今度は逆転の目というのは十分に考えられるんじゃないかなと思いました対抗もお願いいたしますまあやはり受賞を勝った後に55キロで今回挑めるというのは明らかにいいですよね、うん、あとはマテラス会の存在もうそのクラスターカップのメンバー出た時に北で調教師もまたマテラス会てんねんという話をねされて,て <laughs> やっぱりこう常にマテラス会がいるとちょっと競馬がしづらいというのもあると思うんですよねはいそれはもともと同じような客室だったからだと思うんですけどただ最近は逃げなくても結果を出してますし、はい、時計のかかる馬場というのも広重ゴールドはプラスですからマテラス会、うん、今の場馬場状態だったら広重ゴールドの方に分あるかなというふうには感じてます、うん、地方馬で1頭上げるとしたらいません そんななに断言しないでくださも去年の、ね、ブルドッグボスとか、うん、まあかつてのラブバレットとかそれ級の地方はって、ね、ないんですよ。がないですからね、うん、結局ね自己条件に回ったり結局地元の重症に出たりっていうふうになっちゃうんですよ。だって実際に地元で重症化チューマーがだって出てないわけですから。うん そうですねちょっと地元馬にとっては厳しいかなというようなレースということでしかねまして立花が今年意外と揃わなかったですからね。うん、でも地元からはね、はい、あのボタニックとか出てきますから頑張ってほしいですけどねもちろん。そうですね、はいうん、さあ続いてマリナルさんお願いいたします。 はい、私はもう三頭に絞りました。<ー>え本命が八番の龍の雪乃対抗十二番マテラス会黒三角を十番広重ゴールドこの三頭にしました。はい、で竜の雪乃はもう何と言ってもダート戦にで六戦連続全体ですよね。ねうん、はい、もうとにかく安定してますし、あの三連勝で東京スプリントを勝つともう前走の北海道スプリントカップも ね、本当に素晴らしいレースぶりで直線の広重ゴールドとの激しい追い比べっていうのはもうすごかったですしで今の盛岡のコースならもう持ってこいだと思うんですよね。うん、で例年の馬場だとちょっと、ね、であとちょっと雨がすごい降った場合結局時計勝負にちょっとこう馬場が湿ってどアたかが締まった場合結局時計勝負になるのかなと思ったんですけど。 森岡競馬場の天気予報、まあ、あの馬券の予想も当たらないのにね天気の予想が当たるわけないんですけどちょっと今のところの収録時点の予報ではレースまではそんなに雨降る予報じゃないので、うん、タフで時計がかかるんだったら龍の雪なんじゃないかなと思いました、うん、で前走の,その、えー、と北海道スプリントカップの時5 7キロだったのが今回5 5ロっていうことも、うん、まあ良さそうですしここからと思いました。でマテラス会はもう何と言っても ね、昨年のすごい時計で勝っててで雨が降って時計勝負になったからといって、うん、来ないイメージもないんですよ。うん、とにかく森岡コースっていうのはもう森岡得意な馬森岡得意な騎手リピーターすごく多いコースで,、うん、でやっぱりその高低差があるコースだからかなっていうふうに思ってるんですけど、うん、まあどんな馬場になってもどんな展開になってもマテラス界がどこにもいないは想像つかなかったんで対抗にしてます。で広重ゴールドはもう と言っても三度目の正直ですよね。うん、広重ゴールドもとにかくその。前走北海道スプリントカップで、ゆのゆきなども激しい追い比べを制しているわけですから。この三頭、いずれも馬券から外せないと思って、もう三頭に絞って買いたいと思いま,すかりました。ありがとうございます。え、そして、私はこんな感じになりました。はい、ということで、本命はマテラスカイです。 やっぱり先ほどマイナルさんもおっしゃっていましたけれども何といってもクラスターカップはリピーターの多いです、まあ、過去を見てみても、まあ、広重ゴールドもそうですし、まあそうですね、ラブバレットブルドッグボスダノンレジェンドなどなど、まあ、結構こう何て言うんですかねリピーターが本当に毎年来てるようなイメージがありますでそうなるとやっぱり昨年のクラスターカップで日本レコードで 勝ったマテラスっってていいいいうのは私は私今年も買いたたいたなと思ってしま,いましたただ今年のババは去年と違うというのもありますし昨年ほど簡単にはいかないとは思うんですけれども私はマテラス会を本命にします、まあ、一つ気になるところがあるとしたら今回このドバイゴールデンシャイン以来のレースということで、まあ、去年も一昨年もあもドバイのレース走った走ってはいるんですけれども今回は結構 感覚が空いているので、その感覚が空いたところがどうなのかな？っていうのはちょっと心配です。で、えっ、ー、と対抗が龍の勇気なですね。もうお二人ともたくさん龍の勇気なのお話しされていました。けれども、あの6歳馬過去10年の6歳馬でえっ、ー、と3勝2着4回え3着0回4着以下11回なんですけれども、連対率は実はトップなんですよね？ 連帯率3着内率がどちらも38.9%なんですけれども3歳から8歳以上の馬全部と見た中でも連帯率っていうのはトップなので、まあ、6歳馬っていうのもいいのかなと思って龍の雪菜を対抗にしました。 でまあ、広重ゴールドも、まあ、あのリピーターということもそうですしあのジャスティンも結構私気になっていて前走はまあちょっと負けてしまいましたけれども久々の芝のレースということもあったと思いますからここでもう一度期待したいなと思っておりますでは古アさんから解明をお願いいたしますえっと龍野雪きと広重ゴールド 着に着につけでまあ一角崩しもあり得るということで二三着は裏返しも買う三連単ですね。はい。ありがとうございます。マイナーさんお願いします。はい。私は三頭に絞ったので買い目も絞ります。まずは三連単三頭ボックスを買いたいと思います。はい、この三頭がもう一頭でも馬券から外れるってイメージがとにかくわかなくて、え、うん、もう一頭気になるとしたらジャスティンだったんですけど私はこの五十八が気になる。 五十八キロが、マテ、まあね、ラステックスで買ってはいるけど、やっぱちょっと気になる点があるので、とにかくこの三頭だけで買い目は組み立てます。三連三頭ボックス、はい、そしてもう一つ馬単で龍の雪の本命場から十番十二番マテラスカイと広重ゴールドに二点買いたいと思います。はい、ありがとうございますで。私の買い目はこちらです。はい、ということで私は三連複二点にしました。えー、マテラスカイと龍の雪なから えー、ジャスティンそして広重ゴールドに流した2点とあとまあちょっと今現時点で打ツがわからないのであれなんですけれども、まあ、もしかしたら3連単も追加で買おうかなと思ってますただ本戦は3連服2点でこれで勝負したいなと思います。はいということでここで楽天競馬からのお知らせです。 第26回クラスターカップは楽天ポイント10%還元レースです。エントリーしてお得にお楽しみください。そしてクラスターカップ当日は岩手競馬ライブ「真の達人は誰だ?」予想ランクバトルを生配信いたします。全国各地の一流予想の達人たちがメンツをかけて岩手競馬の予想に挑みます。 予想結果に応じてランクがアップダウン。果たして最高ランクの予想の達人はどのチームになるのでしょうか番組は8月9日15時20分から配信予定です。詳細は楽天競馬のホームページよりご確認くださいえ。続いて、楽天競馬公式ツイッターでは番組に関するご意見やご感想を受け付けております。送ってくださったメッセージは番組で紹介させていただきます。皆様。 のメッセージお待ちしておりますどんなメッセージでも構いません気軽に送っていただけたらと思いますえ、そして次回の動画です楽天競馬ダートグレード競争予想討論会次回の放送は8月12日木曜日に紋別競馬場で行われますフリーダーズゴールドカップの予想をお届けしたいと思います皆様こちらもぜひご覧くださいはいということであっという間にお時間となってしまいました今日はいかがでしたかフレアさん うん、あクラスターカップ、公天,、ま、天で行われることが一番ですけどね、だからその雨予報になっているのが、本当に夕方からなのか、ちょっと早まるのか、そのあたりも当日、非常に気になるところですね。うん、そううででですすねねお天気は要チェックです、ね、マリナルさんいかかがでしょうか はい、もうそのお天気ももちろんですし、今年の盛岡の傾向っていうのがこれまでと全く違うものなので、前半のレースからしっかりとチェックをして、お家で楽しく馬券買ってレース当てたいと思います。はい、ありがとうございます。ではそろそろお時間のようです。フリアさんお願いします。楽天競馬で全国制覇。いざクラスターカップへ投票。 ありがとうございましたありがとうございましたどんな場所からでも投票はできるどんな瞬間でも投票はできるその向こうに頑張っている誰かがいるこの投票の先に広がる世界 たくさんんのみんなこの投票が頑張る誰かとつながっている熱いどこかとつながっている「届け私のこの一票つながれ地方競馬」。 いつもどんなときにもみんなの熱くなれる環境づくりを考えていく。楽天競馬